こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回はこれ、このカラフルミックスの種を分別して植えたいと思います。これはね、カラフル、ミックスじゃない方が絶対いいですよ。ミックスで植えてしまうと発芽も揃わないし、とにかく扱いが大変で、だいたい3種類入ってるんですけど、正直言うとどの種がどれになるのかがわからないんですね。で、普段最後まで残るのはサニーレタスなんですけど、この赤軸の葉っぱ、ほうれん草の赤軸みたいな葉っぱがサラダに入れるとすごく映えるんですよ。それがなんて葉っぱかもわからないし、どの種がその赤軸なのかがわかんないので、今回分けて植えて、どれがどの種なのか見てみようと思います。2021年に購入しているので、もう発芽率はだいぶ落ちてますよね。でも発芽しなくもないので、これでいっちゃいます。だいたいこのちっちゃいつぶつぶと緑で加工されてるこの種と、この羽のようなこの細いやつです。ピーノちゃんがうろうろしてるな。はい、種を3種類に分けられました。この種を別々に撒いて何が出るのか、今回この早どりミニレタス、焼肉用レタス、チマサンチュとか言いますよね。あとこの縮れのリーフレタスの種も用意したので、これも一緒に撒いてみたいと思います。ちょっと失敗したなぁと思ってるのが、このミニレタスが半結球タイプだったんですよね。ちょっとうまくいくかどうかわかんないんですけど、とりあえず通買ってきちゃったのでやってみたいと思います。それからもう一つ実験です。前実験でダイソーさんの土を比べた時に買ったこの土、ココヤスピートとパーライトが入ってる培養土、元肥入り培養土って書いてあるんですけど、これで種の培地になんないかなと思って、レタスって意外とどこでも育つんで、ちょっとこれの使い道がよく分かんなかったので、これで育つんだったら種を育てるのがちょうどいいなと思って、保水性もいいんですよね、ココピート。ダイソーさんのはちょっと質的によくわかんないんですけど、なので、それで実験です。で、ここに、今のダイソーさんのココピート。この白いのは、パーライトか肥料ですよね。パーライトが入ってるって書いてあったので、パーライトか肥料です。ここに種をまいていって、で、芽が出たらいいな。出なかったら普通の培養土で巻き直しです。とにかくチャレンジです。今回チャレンジは2つ。いろんなリーフレタスを巻いてみるってことと、100均さんのこの軽い培養土で芽が出るかやってみまーす。緑に周りをコーティングされてる種ですね。はい、次はこの黒い本当にちっちゃいつぶつぶ、これが分かんなくなっちゃうぞ。
かんないです。パラパラで。はい。またこれはね、もうそれぞれ切っておくことにします。次はミニレタス。こんなでした。もしかして最後の、これがサニーレタスかもしれないですね。これがミニレタスなんで。一応2個ずつ巻きました。次、チリメンフィール。黒いです。ついてこう下がる、そしてこう水がキラキラ光んない感じ、入ってる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 、半分入ってる、まだ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 っていう感じで、見てもわかるほど吸水が完了してるとこうグッと下がってツヤのない感じになるんですよ。そこまではまだこの下の水は捨てれません。これがちょっとココヤシピートの弱点ですよね。なかなか入らないっていう。あとこのダイソーさんの元肥が入ってるので、元肥が種にどのぐらい悪さするのか、ちょっとその辺もわかんないですね。ほら、これプカプカしてますよ。これまだ下まで入ってないんですよ。これは全部下まで入れる、今度って、最初に濡らせばよかった。カーメン君が前そう言ってましたよね。今後はそうします。っていうかダイソーさんのこの軽い培養土使うときはそうします。中に空気入っちゃってるのかな、プカプカしてんだよね。プカプカプカ、わかります？プカプカプカって、これがココピートの問題点ですよね。時間がかかる。まだ30分なんで、もう少し待ちましょう。種まきから3日目です。だいぶ出てますね。でもですね、やっぱりこの種の発芽が悪いっていうか、そもそも3日で発芽しないタイプなのかもしれないですね。ってことはやっぱサニーレタスはこれだったんだな、完全に。ってことは、これが赤軸の子かなって思ってますね。これが赤軸っていう可能性もあるんですけど。
他のレタスちゃんたちはミニレタスもちりめんちしゃもちまさんちもちゃんと発芽が揃ってきたので、もう少しこの状態で育てて お外に出したいと思います。ほぼ発芽したんですが、ここだけ一個も出てこないので、今種をまき直しました。あとここのミニレタスも1個しか出てないので、ここにも1個種をまき直しました。だいたい芽が出揃ったんですが、やっぱこの緑の加工してある種だけちょっと出が遅いですね。発芽したレタスを定植していこうと思います。定植する時期なんですが、見えますかね、下から根が少しずつ出てきてるんで、これはそろそろいいかなと思います。録画ボタンを押すの忘れてた。これが現在のレタスの状況です。下の茶色いプランターのレタスを普段食べています。これを食べ尽くしてダメになってしまった頃に、今回植えた上の白いプランターのレタスが成長してくれているはずなので、ずっとレタスを楽しむことができます。お母ちゃん家ではずっとレタスを買うことがなくなりました。皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。次回は他のお野菜の報告をします。よかったらまた見てねー。